はいどうも皆さんこんにちは、サーディの河野玄斗です。今回は三平方の定理を超時短するテクニック2つ紹介していきます。まずは1つ目、 5347x のこの x を求めよう。これはね、三平方の定理を使ってあげればこういう式が立つわけだけど、47のとこ53の2乗を計算するのはめんどくさいということで登場するのがこのテクニック、 x イコールルート和かける差。53と47の和は100、差は6なので、ルート100はね10だから10ルート6というふうになるわけです。これがねなぜ成り立つのかというと、これを移項してあげるとこういうふうに2乗引く2乗の形になるので、和と差の積にね因数分解できるわけですね。まあこういうふうに2乗引く2乗を和と差の因数分解してあげるっていうテクニックは、これに限らずいろんなところで出てくるのでしっかりと押さえておきましょう。では2つ目のテクニック、 2149x、 この x を求めていきたい。これも同じように三平方の定理を使うと、ルート21の2乗プラス49の2乗になるわけだけど、数字がちょっと大きいよね。ということでやってあげるのは、これを約分するわけ。7、3と。まあこれ何してるのかというと、縮小してるんだね。まあ要は相似な三角形を作ってあげる。この相似な三角形を考えてあげると、x に対応する部分はルート3の2乗プラス7の2乗でルート58。これは簡単。で、7分の1に縮小したわけだから、元の縮尺に戻してあげると、x は7ルート58ということがわかる。同じようにこれがルートが入っても一緒、3ルート3と6ルート6を3ルート3分の1に圧縮して1と2ルート2にしてあげる。そうすると x に対応する部分が1の2乗足す2ルート2の2乗でルート9の3というふうになる。ということで元の縮尺に戻してあげると 3×3 ルート3で9ルート3というふうになるわけです。ということで三平方の定理の時短テクニック2つ紹介してきました。まあ、こんな感じでね、いろんな時短テクニック今後も紹介していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。